じゃあ次とりあえず行こう。じゃあアメケンの話しようか。あ、そうですよ。うん、これ講座動画でもやってるから、これもちょっとなんか軽くにします。あのアメキャンも3種類あるですが、まあそれはちょっと後で講座動画の方詳しく見てもらえれば分かるんですけど、アメキャンの使いどころ簡単に説明すると、絶対低空でやりましょう。これは全キャラ共通です、基本的には。でなんで低空でやるかも一応講座動画で話してるんですけど、まあここでも軽く話します。とこのゲームステップ入れると、要は誘導切ります。敵の弾の誘導基本的には切ります。基本的にはっていうか全部切るか、ステップ入れた瞬間に切ります、相手の弾の誘導なんですけど、この高めでアメキャンをしてしまうと、これステップでステップアメキャンやってるんですけど、このステップで降りてる瞬間は誘導切ってるんですけど、降りてる間っていうのは誘導切らないんですね。だから高めでやってしまうと、この落下してる間は敵の弾誘導してきます。なんで普通に取られます。当たり前ですが取られるっていうか、敵の弾が誘導してるので取られる。着地を着地に刺さっちゃうって感じですね。この降りてる間は刺さりません。ここの落下の間は刺さないんだけど、このドスンって着地に刺さってしまうって感じですね、上からのビームが。はい、なんで逆にこの落下してる時はじゃあ弾絶対当たんないんだ、基本的には当たんないんで、ギリギリまで落下で避けた後に誘導切った方が当たり前ですけど避けれます。その誘導してきてる弾をステップで避けてるわけなんで、ですぐ落下できます。で、その高度が低いのですぐ動ける、その後も。だからいいことしかないんですよ、低空でアメキャンっていうのは。その代わり気をつけてほしいのが、もともと低空にいた場合、もともと低空にいた場合は変わん、そんなに変わんないです。変わんないっていうか、あのこの上から降りての低空アメキャンは強いんですけど、例えばもともと低空で飛んでた時にこうやってアメキャンしてもそんなに変わらないです。ビームの誘導は一応切ってるんですけど、高さがそんなにずれてないので、あのビームの誘導じゃなくて弾のデカさとかで結構被弾してしまったりします。なんで、まあ、その低空アメキャンを意識するときは一回完成ジャンプでこうやって上に弾を打たせて落下した方がいいですね。高度差をつけて上に飛んで上にビームをちゃんと打たして、で落下である程度避けた後にアメキャンすると、これは鉄板コードです。はい、アメキャンはとりあえずこんな感じです。でも他にもアメキャンの種類が何個かあって、使い道とかはあるんですけど、それはちょっとあの、まあ、この先ちょっといろいろ話すことあるんで、あの講座動画の方あの概要欄に貼ってあるんで、後でそっちをちょっと確認。講座動画1かな、1にアメキャンとか完成ジャンプとか詳しいこと書いてあるんで、そちらで